皆さんこんにちは。小牧市役所ごみ政策課の岡田と土屋です。今日は雑ごみについてお話をしていきたいと思います。ところで土屋さん、雑ごみという分類をご存知ですか？もちろん知っています。雑ごみは新聞、雑誌、段ボール、紙パックの古紙4品目と油で汚れた紙以外のすべての紙類のことですよね。例えばお菓子の空き箱や包装紙、はがき、プリント用紙とか。他には何かご存知ですか？わからないです。実はまだまだ知られていない雑紙の分類があるので、今日はご紹介していきたいと思います。まず一つ目は金属がついた紙類です。ホチキスがついたプリント類や紙製のリングファイルは金属を取り外すことなく、そのまま出すことができます。刃がついたラップの箱なども対象です。2つ目はビニールがついた紙類です。窓付きの封筒やフィルムがついたティッシュの空き箱もそのまま出すことができます。3つ目は加工された紙類です。匂いのついた洗剤の空き箱やレシートなどの乾熱紙も雑紙として出すことができます。こんなにも雑紙の対象になるものがあるなんて知りませんでした。ちなみに雑紙ってどうやって出せばいいんですか？はい、ここで雑紙の出し方についてご紹介していきます。雑紙は紙袋もしくは資源用の緑袋に入れて雑紙の収集日に排出してください。水に濡れると資源化ができなくなってしまうので、雨天時は緑袋に入れて出すようにしてください。また平成31年の4月から雑紙の収集が月2回から週1回の収集に増えました。このことでより多くご家庭から出る紙類を排出しやすくなりました。私たちが出した雑紙をそんなに収集してどうするんですか？ではまず皆さんが出した雑紙がどのように処理されているのか、雑紙の処理過程をお伝えします。皆さんが出した雑紙は収集後梱包処理をされて製紙業者で再資源化され、新たにトイレットペーパーへと資源化されます。雑紙はトイレットペーパーへ生まれ変わっているんですね。はい、そうなんです。そしてもう一つ、集積場に皆さんが出した雑紙は小牧市で回収され、後に再生業者へ1キロにつき3円で売却を行っています。雑紙の収集量は年々増加していて、平成31年度で約667トンもの雑紙を収集することができ、売却額は200万1000円となりました。雑紙の収集量は増えてはいますが、まだまだ資源化することのできる雑紙が燃やすゴミとして出されてしまっているのが現状です。平成31年度に行った燃やすゴミの組成分類調査では、約 37% もの紙類が燃やすゴミとして排出されていました。平成31年度の家庭から排出された可燃ゴミの排出量から計算を行うと、約7805トンもの紙類が燃やすゴミとして出されていることになります。金額に換算すると2341万5000円になります。実は燃やすゴミを処理する際には高額の費用がかかっており、燃やすゴミの量を減らすことで処理をする費用も減額となります。そんなにも燃やすゴミで出してしまっている紙類があるんですね。はい、そうなんです。この計算は雑紙として出せない油で汚れた紙類も含めた数字なので、実際はもう少し量は少ないですが、資源化することのできる雑紙がまだまだ燃やすゴミとして排出されているのが現状です。ホチキスがついたプリント類や紙製のリングファイルは金属を取り外すことなく、そのまま出すことができます。刃がついたラップの箱なども対象です。窓付きの封筒やフィルムがついたティッシュの空き箱もそのまま出すことができます。匂いのついた洗剤の空き箱やレシートなどの乾熱紙も雑紙として出すことができます。水に濡れると資源化ができなくなってしまうので、雨天時は緑袋に入れて出すようにしてください。一人一人が意識することで雑紙の資源化量はまだまだ伸びていくんですね。はい、皆さんの協力がとても必要となります。ご協力よろしくお願いいたします。以上、小牧市役所ごみ政策課からのお知らせでした。